僕は日本語一度も喋った経験がないので、スクリプトを何度も聞き直して、繰り返し読む練習もたくさんした後で、この動画を作っています。そのため、時々違和感があって、理解しにくいところもあると思いますが、皆様ご理解いただきたいと思います。動画の右下をクリックして、字幕を参考にすると分かっていただけると思います。聞きづらいなら、ボリュームを消してご覧になってもいいと思います。これはミラーで、この四角形はミラーの M に対応する韓国語の文字です。こっちの縦線は I の大文字であり、そして日本語の E に対応する韓国語の文字もただの縦線です。この2つを組み合わせると、ドレミのミを表します。この人のノーズに縦線と横線がついてありますね。これがアルファベットの A に対応する韓国語の文字です。この文字の後に E をつけると、に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 、君、お前の意味であり、韓国の右下の地方の方言ですけれども、100%の韓国人が使っている単語です。これを自分で読んでみましょう。読めましたか？ミーニーです。ミニバスとミニスカートのミーニーです。A の2つの縦線をまっすぐに立てると、え、になります。これを自分で読んでみましょう。め、み、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 と読みます。め、みは、めん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 、と鳴きます。この音声の左側へ移ると、日本語の A になります。こっちは一人の男。そしてこっちは男たちですね。こっちを発音するには、口をもっと大きく上げる必要があります。これの発音は、men, men, 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 men ですけれども、実際にほとんどの韓国人が、こっちもこのように発音するのが研究の結果で出ましたから、心配しなくてもいいんです。文章の中で意味を理解すればいいんです。この部分とこの文字似てるでしょ？れ、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 ドレミのれです。シーソーのこの部分が S に対応する韓国語の文字で、この文字は2つの形があります。この文字が読めますか？ミレドシ、ミレドシ、ミレドシ、ミレドシです。